メルセデスのチーム代表であるトトボルフは、以前の F1 王者の3分の1を所有しており、次の大きなルール変更がある2026年シーズンまで、その職務に留まることを発表した。ボルフは、イネオスとメルセデス・ベンツと共に、F1 チームの3分の1を所有し、スポーツの頂点に戻るために計画を立てていると述べた。ボルフは、新しい契約に署名し、2026年シーズンまで、チーム代表兼メルセデス F1 の最高責任者として留任することを確認した。 彼は、チームの成功に対する彼のコミットメントを強調し、イネオスの最高経営責任者である、ジムラトクリフ卿やメルセデス・ベンツ会長のオラ・カレニウス氏と共に、再びトップに返り咲くことを目指すと語った。ボルフは、自身が株主であり、取締役会の一員であることに触れながらも、自身の役割に最適な人材であるとの確信を示した。彼は、お互いを信頼していることが最も重要だとし、再契約についての決断を語った。また、 ボルフは、メルセデスの将来について言及し、リスクは退屈よりも好奇心の方が大きいと述べ、チームが、2024年に向けて、車に根本的な変更を加え、競争力を高めていく計画を紹介した。コメント、メルセデスのチーム代表であるトト・ボルフは、次の大きなルール変更がある2026年シーズンまで、その職務にとどまることを発表したという記事。個人的には、2021年までのトトは輝いていたように思います。 それは、勝ち続けていましたから。それ以後は、正直輝きが落ちたように感じます。言うこともやることも以前に比べて。しかし、チーム代表として進化が問われるのは、今だと思います。チャンピオン奪還まで、リーダーシップを発揮して、チームを導くことが、重大な責務でしょう。